東京では酒を提供する飲食店やカラオケ店に対する午後10時までの時短営業の要請が昨日の夜から始まっています。感染者数の増加を受け、都は昨日から今月31日までの期間、酒を提供する飲食店やカラオケ店などに対し、営業時間を午後10時までとするよう要請しています。要請に応じた店には20万円の協力金が支払われますが、店側は不安や戸惑いを隠しきれません。20万はちょっと少なすぎますね。また同じことが起きるような政策はやめてほしいんですよね。この店は都の要請に応じて午後10時以降の営業を取りやめますが、100万円程度の減収が予想されるということです。